深谷風の子広場あった、これだ。飯舘村、あの一時期あの全村避難になったんですけど、原発事故もあったんですが、とても綺麗な、寒い道の駅飯舘でございます。今はあの本当に原発の目の前、1メーターもしないくらいかな、放射線は大丈夫になる。皆さん福島に来た際は飯舘村もご覧になってください。してどの辺なんだろう、綺麗なんだけど寒い、とにかく寒い。どの辺なんだ、お姉さん教えてくれなかった。これじゃないな、かなり寒いです。福島、どっちかって言ったらいわきに近いのかな。まだ雪はないですけど、雪あった方が多分あったかい。飯舘村でございます。ありました。あー寒い、飯舘村。